どうも皆さんこんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。K です。今日は普段自分が使っている映画の財布のここがいいなっていうポイントをご紹介したいと思います。この動画では機能ではなくて外観のこういうところがいいというポイントを見ていきたいと思います。これはダブルのレーサーミニになります。レーサーミニをした角の部分って独特な丸みがあって存在感があってものすごくいいですね。ダブルのレーサー編みをした部分をパタッと閉じると折り重なるような感じになって、これもものすごく好きなポイントです。この場合はフラップの部分もダブルになっているのでものすごく重厚感があります。いよいよ映画本体に移っていきます。真ん中には映画の特徴であるスターマークが白く入っています。全体的にこう綺麗に研磨されていて赤い色に染色されているのでものすごく発色がいい革です。どちらかというとピンクに近い赤ですね。映画はスティングレイとかガルーシャとも呼ばれますけれども、光の当て方によってものすごく発色が良く、とても革とは思えないぐらいの輝きを出します。これなんかはライトをものすごく近くまで持ってきて摂写したんですけれども、とても革と思えないぐらいの美しさがあります。これはフラップの部分ですね。この部分にも映画を使ってダブルのレース縫いをしてコンチをつけて、少しくどいかなと思ったんですけども、フラップの部分は存在感を出したかったのでこのような仕上げになってます。これは財布の裏面になります。いや本当に映画は綺麗ですね。もう何か革製品というものをちょっと超越したまた別のカテゴリーのなんか宝飾品に近いような風情があります。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は下の赤いボタンからワンクリックでチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。